さんどうもこんにちは、みなこファミリー TV のみなこです。さあ今日はちょっと私ちょっとおしゃれをしております。あの一丁羅なんです。さあ今はですねこちらにいます。豊川稲荷、稲荷の中でも結構有名な豊川稲荷なんですけど、愛知県でございます。私の出身地愛知県豊川市に来ております。なぜかというとですね、今日こちらの方で、イベントがございまして、そのイベントに、呼んでいただいておりますので来ております。イベントまで時間があるので後ろ見て、豊川稲荷表参道青春商店街、ちょっとね気になるじゃん。稲荷寿司屋さんがやっぱり多いのよ。この豊川稲荷っていうだけあって稲荷寿司屋さん結構あるじゃない。ちょっといろいろ見ていきたいなと思います。食べ歩き稲荷すごいよ。稲荷寿司の種類がこんなにあるよ。すげえ。わあ、ちょっとめっちゃ美味しそう。愛知県だけにこの味噌カツとかもあるしさ、食べようかな。ちょっとはい、一番よく出るのがこのホーラー牛キンビラ、はい、ラモスモーク、うんうんうん、で煮穴子で、もう見てください味噌カツ。わーすごい。これもうちではね結構ね鉄板です。そうなんですね、はい、あともう一つ、あの新しいんですけどね、このクリームチーズマリネっていうのも、これ女性の方にすごくねぴったりで、なるほど、今日ね結構出てます。あ、そうなんですね。あの玉ねぎのこうスライス、薄くしたスライスにあのうちで作ったドレッシングをあえて、で、あのクリームチーズこんな大きいのポンと乗せて、はい、これもねすごく美味しいです。じゃあ私このクリームチーズのやつもください。クリームチーズマリネ、これ女性にねとっても人気らしいですよ。いただきます。うん、おいしい。さっぱりしてる。シンプルな稲荷にマリネ、そしてクリームチーズが入ってて、めっちゃ美味しい。これね、なんか全然重くないから何個でもいけちゃうかも。はい、というわけですっかり夜になりました。はい、夜の豊川稲荷です。一体これから何が行われるのでしょうか。ちょっと今日、いろいろ説明してくださる強力な助っ人をお呼びしております。谷口さん、お願いします。こんばんは。今日はですね、はい、あの2つですね、 JC っていう、まあ、私たちの団体なんですけども、はい、そこのブロック大会っていうのが、ここ豊川稲荷でやるんですけど、はい、その、まあ、2つ目になる夜詣っていう、あの豊川で昨年始まったイベント企画がありまして、夜詣、はい、初詣とはよく聞くんですけど、夜詣って初めて結構今バズってる企画になってまして、はいはい、その夜モーデの演出の中でそのブロック大会をやるってことで、これは何ですか。これがですね、はい、夜モーデの一つの人気のアイテムで、ディスタンス提灯って言われるものでして、ディスタンス提灯、はいはい、暗いところで見ると柄が出るんですね。あ、すごい。これは何の柄ですか。これがですね、はい、キツネの柄になってまして。あ、本当だ、キツネが。そう。で、この柄を、まあ、踏まないように、ディスタンス、そう、歩くことでディスタンスが取れるような提灯っていう。あ、ありがとうございます。すいません。あ、色が違う。はい、そうですね。かわいいですね。うわ、すごい。提灯が。今日はちょっと特別仕様なんですけど、そうなんですね、色変わった。そうですね、境内もこうですね、いろんな色に変わってきます。すごいですね、はい、なんか初めて見る光景です。あ、本当ですか、はい、なかなかのね、リアカウントのお寺でこういうのは珍しい。この光がすごい綺麗ですね、はい、すごい。じゃあちょっと、さすがに、はい、せっかくなんで、はい、お願いします。子供、中高生とかいるんですけど、子供たちもちょっと気になるスポットになりそうですね。そうですね、今年の夏から子供が無料なんです。あ、
そうなんですか。そう、小学生以下は無料になったんで、結構子供さんもたくさんいます。そうですね、はい、増えましたね。わあ、大きい。ご本命は、うん、ライトアップされてるとまたいつもと雰囲気が違って、あ、すごい。なんかお色の世界とかに来てるみたいな。すごいですね。あと振り返っていただいてですね、すごい、あれもね、この企画の特徴の、まあ、いろんな人の、まあ、応援してもらいながら作ってる企画なので、提灯協賛ということで並べてるんですけど、すごいあれもフォトスポット化してまして、いや、あんな提灯が並ぶのってなかなかないですからね。そうですね、会社の名前が並んでたりとか、あとメッセージなんかがあったんですね。縁日マルシェっていう名前で、縁日マルシェ、ここで、まあ、豊川のそういう名産とかお土産とかモンドレアさんが、稲荷さんが作ったこの夜モデルに合わせて限定のモナカとかおしゃれな佃煮っていうので、まあ、豊川の会社さんのものなんですけど、3色の、すごい、いろんな種類の稲荷さんが、これがね、稲荷結び松屋さんの、ちょっといただきます。チーズと、はい、これがこの辺 の, わさびの、はい、わさびのサビナで、これがこう鴨のスモークらしいですね。すごい、おしゃれですね。こういうなんかお稲荷さんの上におかずが乗るのが豊川稲荷寿司っていうことで、結構 B1 グランプリなんかですごいわーっと有名になっている、はい、いただきます。あっさりしてて美味しい。クリームチーズと合うんですね。そう、意外に稲荷とそう洋風な組み合わせって合うっていうのが新鮮な感じ。これからイベントが始まるわけですね。あ、そうですね、今からちょっと緊張してきちゃうけど、ちょっとイベント頑張りたいと思います。この、はい、イベント夜モーデっていうのは僕のくらいやってるんですか。そうですね、夜モーデは毎月第3金土にやってます。で、はい、詳しくはもうウェブサイトでですね、ちゃんと日付が年末、来年末までも予定決まってるので、本当に皆さんちょっと概念が変わるというか、もうすごく楽しい、もう若い子にぜひぜひ来ていただきたいなと思います。はい、というわけでじゃあちょっと行きましょうか。はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう。はい、それでは皆さん、あとで。はい、というわけでいよいよイベントももうすぐなんですけれども、今日実はですね、イベントをご一緒させていただけるスペシャルな方がいらっしゃるんですよ。ちょっとこの方にご挨拶に行きたいと思います。はい、こんにちは、はじめまして、みなこと申します。勝手に知っております。本当ですか。めっちゃ怖いです。はい、いや私、あ、もうちょっと私興奮しちゃって、もうご紹介もせずごめんなさい。いえいえ、はい、佐岡さんです。佐藤優です、よろしくお願いします。そう、アップは耐えらんない。アップ耐えらんない。全然耐えれます。本当にですか、ね、いやすごいです、はい、もう私大好きで、はい、もうずっと聴いてました。私カラオケでたまに歌います。僕の方が多分うまいと思います。ちょっと一緒にカラオケ行ってください。カラオケね、あんまり行かないですよ。そうなんですね。ほとんど行かない。あ、でもね、行くとね、方針に行くんで、ここにお金入れてって、はい、お金入れてもらって、そんでそのお金で、はい、ジョッキー10杯です。もう入れます私。というわけで、浅岡さん、はい、もし何かお知らせとありますか。これ、みなこチャンネルでやる。はい、そうなんです。10月ぐらいですか。フィールドビューのツアーがあります。そして僕の新しい、僕のソロのアルバム、13枚目のソロアルバムが10月の後半に出ます。その詳しくはこちらの方で。基本的にツイッター見てれば多分僕は分かるんで、僕の情報は、はい、ダダ漏れしています。ということでよろしくお願いします。はい、というわけで、もう楽しみなことがいっぱいですよ、もう。はい、というわけで皆さん、じゃあちょっとお楽しみにしててください、はい、さよなら。にんただいまより愛知プロ大会、豊川大会
懇親会を開会いたします。よろしくお願いします。ご卒業されるメンバーの皆様のために特別なお時間を過ごしていただきたく、スペシャルなゲストをお招きしております。はい、皆さんどうもこんばんは。はい、皆さんどうもこんばんは。こんな、なんかギターとかあってちょっと歌が聴けるんじゃないかって期待されてた方ごめんなさい。私皆さんご存知、わかります？出身、トヨタの出身なんです私、トヨタ出身の大家族番組をやっていました、みなこと申します。よろしくお願いします。この度は皆さんご卒業おめでとうございます。いやー、素晴らしいですね。素敵です。実は今私YouTube もしていて、ここに YouTube のカメラも来ていますので、皆さんちょっと YouTube も見ていただけたらなと思います。